はい、皆さん、酒好きなもんやに、どうか、始めていきたいと思います。今回は、焼肉、先ほど、焼いてきました。それを食べながらじゃ、夜な夜なエール、です。こちら、値段が300円ぐらいしたんだな。280円ぐらいだったっけ。とにかく高い。うん。ということなんですが、まあ、これはね、非常に、まあ、すごいビールなんですね。うん。何がすごいかというと、前人未到、8年連続金賞。世界三大ビール品評会の一つ、インターナショナルビアコンペティションのアメリカンペールエール部の部門で、世界初の8年連続金賞を獲得しました。うん。知ってる人はもう知っている。ん？艶やかな琥珀色、最高級アロマホップが織りなす柑橘系を思わせる華やかでふくよかな香り、ほんのり甘さを感じるコクと柔らかな苦味が特徴です。なるほど。うん、もう何を言ってるかわからないですね。うん、何でもいいわ。あなたにも飲んでもらえる日を待っていました。冷やしすぎるべからず、少しぬるめの13度が最も飲み頃。透明なグラスに勢いよく注ぎ泡を立てる。泡が落ち着いた後、残りを静かに注ぎ足す。まあ、いわゆる二度注ぎですね。うん。まろやかな泡で蓋をした、まるでパブで飲むような美味しいビールの出来上がり。見つけた人だけが幸せな夜になる。と書いてあります。まあ、こちら、まあ、地ビール。という、ね、まあ、ペールエールですね。地ビールのペールエール。うん、まあ。これはビール好きな人だったら知らない人はいないでしょ。うん。うん。うん。忘れてたんですけど、これは、ね、13度が飲み頃ってことなんで、まあ、かなりぬるいっすね。うん。ぬるめが、いい、ということなんですが、普通に、だいぶキンキンになっちゃいましたけど。まあ、いいか。これ長野県か。うん。これ9度ぐらいあるな。まあいいや。あんまりそこら辺は気にしないで飲んでみます。琥珀色。うぅ。これは。一瞬、オレンジジュースかなと思った。一瞬。なんか、味が。うん。泡もクリーミーですね。それじゃ、乾杯。うん。この色。
この香りがさ、オレンジつか、うん、まあオレンジだな。うん、これはうまいと言わずして、なんという半端ないこのコクと苦味はまあそれなりにあるかな。苦味と香り、うん、この三つは、うん、非常に調和した、うん、さすが、さすが300円だけあるという、うん、もうフルーティーですね、とにかく、うん、うん、とにかくフルーティー、うん、やっぱりビールはやっぱペールエールだなと、うん、感じるレベルですね、これは。もう、これがペールエールかと。うん。ここまでこう、うまいかと。もう、口の中に全体にね、この苦味がね、広がるんですよ。すんごく。そして、このフルーティーな香り。まあやっぱり、ピルスナーと、俺が好きなのは、やっぱり、スタウトかな。ピルスナーとスタウト。違う。ペールエールか。間違えた。ん？うん。ペールエールだね。ピルスナーはあれだ。普通のやつだ。スタウトもうまい。けど、スタウトは、あれ、マイルドなんですよね。味がね。こっちはもう、苦味が全面に来る。ペールエールは。てかこのヨナヨナエールは特にわかんないけど。もうヨナヨナエールはもうこれ、もう、かなり苦いんだね。だいぶね。だいぶ。もう口の中全体にもう苦味がね、広がるんで。で、しかも香りも強い。うん。もうとにかく、この素晴らしいこの苦味。と、まず第一に苦味ですね。やはり。そして香り。で、コク。これすごい。別に冷やして飲んでても、全く問題ない。
うますぎる。これは、まさに、まさに金賞受賞したのはわかるわ、これ。うまい。ちなみに今食ってるのは、肉の種類は、レバーと、あと、初です、初。初食ったことなかったから。うん。結構あれですね。初って心臓らしいですね。うん。いやーでもうまいなぁ。でも、多分、ペールエールって俺そんな飲んだことないからわかんないけど、ヨナヨナエールは、確実にこのオレンジの香りがすごいね。なんでこんなオレンジの香りするんだろうって。香料にオレンジ使ってんのかな。なわけねえよ。麦芽とホップだけ。アルコール度数 5.5%。ですね。なんでこんなオレンジの香りするんだろう。うん。多分、ペールエールは、の中で、やっぱ特徴っていうのはやっぱり、これはやっぱり、そのオレンジの香りじゃないですかね。うん。間違いなく。間違いなく、オレンジの香りがね、非常に強い。で、夜な夜な夜でググってみます。サイトがあります。こちらはですね、夜な夜なの里という、醸造所ですね。なんですが、里本店。まあ、これあれですね。うぅ。ここは、かなり、サイトとしては珍しく、もう、ほぼ楽天みたいな、販売サイトみたいになってますね。これは文句なくうまいでしょ。8連覇を達成したものについては2000年から2007年ですね。モンドセレクション最高金賞、そして世界三大ビール品評会8連覇、楽天グルメ大賞6連覇、半端ねえな。その他にも、いろいろ夜な夜なエールの販売してる
まあ他のビールもありますね。うん。当店のエール、夜な夜なエールと、夜な夜な、リアルエール感、東京ブラック。これは黒ビールでしょうかね。うん。東京ブラック。ですね。こちらも結構、金賞受賞してますね。あと、インドの青鬼。これ珍しいですね。顔がモチーフ。になってます。これも、金賞を受賞してますね。水曜日の猫。これはまあ、これは金賞とか受賞してないみたいですけど。多分ね。これ多分、ピルスナーじゃねえの？そして、前略好みなんて聞いてないぜ、サントリー。じゃあ、前略好みなんて聞いてないぜ、ソーリーっていう。むちゃくちゃ長い名前の。ビール。ですね。ああ。まあよくわからんけど、まあ。こちらも特に金賞は受賞してないみたいですね。で、軽井沢高原ビール。シーズナル、アンバーエール。これも長い名前ですね。よくわからない。ああ、毎年。これが2013年バージョン。これも特に金賞は受賞してないみたいですけど。あと、サンサンオーガニック。わあ、これは、モルトもホップも有機 100%。うわあ。いわゆる有機栽培の 100% ビールってことか。うわあ、これきついぞ。これは確実に高いのは間違いないですね。あ、これ金賞受賞してますね。金賞と銀賞、銀賞受賞してますね。で、最後に、晴れの日千人。だって。うん。なんかこの夜な夜なエール、ぬるくなるごとになんか苦味が増してきましたね。非常に。苦味が増してきた。強烈だ。
苦味が強烈だ、これ。多分まだ11度ぐらいだと思うけど。これあれだぞ。苦いぞ。とにかく。多分13度で飲んだら相当苦いんじゃないか。まあそれがあれなんですけどね。コンセプトなんですけどね。うん。まあ、関係ないですけど、銀河高原ビールってあるじゃないですか。ね。こちら、まあ俺以前飲んだんですけど、まあ、これはあれですね。もうこれとは全く別物のビールですね。よく考えてみるとね。銀河高原ビールにもペールエールバージョンみたいなのがあるみたいなんですけど、これ飲んでみたいですね。なんていうか、銀河高原ビールは本当に、超絶、これと全く逆の、超、なんか、優しいビールみたいな、感じ、感じですね。とにかく滑らか、口当たりが滑らかで、柔らかく。そして味が優しい。苦くない。っていう感じです。これはもう、超苦い。やっぱペールエールって基本的に、あれなのかな？苦いんですかね。うん。うまかった。これは稀に見る。まあ、稀に見るっていうほど稀に見るっていうのは、ね。ただ単に俺が、高いビールを飲んでないだけなんですけど。ね。でもまあ、個人的に、最強レベルですね、これはね。最強レベル。ということで。ヨナエナエール。あ、文句なしの5つ星。これはちょっとうますぎるでしょ。実際。ちょっと、やばいですね。ただ、まあ、値段が、高いんで、うん。まあ、そうそう買えない。っていう感じです。それではご視聴ありがとうございました。